まけの夜です。このチャンネルは深夜ファミリーストークのひらめきが出るカジュアトークのチャンネルでございます。一本でも映画が好きな視聴者のチャンネルでございます。知識の話、情報をつけずに楽しくやっていこうというチャンネルでございます。ということで、マッドマックス怒りのデスロードレビュー。はい、まあマッドマックスフュリオサ公開記念ということで、各作について一気に語っているこの回でございます。はい、はい、で、怒りのデスロードでございますよ。はい、まあ、こちらはすごいね、大人気作品ということで、はい、まあすごい当時話題になってみんな見に行ってね、うん、僕もその時会社員だったんですけどもね、そかすごいよっていう評判でですね、もう一人行き帰ってきてすごいよって、また次のやつが行きってね、はい、もうみんながウォーボーイズの人ように一人ずつ飛び込んでいって、面白かったと言って帰ってくるというね。しかも行って戻ってくるっていう、まさにフューリーロードと一緒ですね。そうですよ。まあそんな体型をね、大して上手くないけどさ。なんかぐだってますね。ぐだってますけど、ね。ぐだぐだしてますから。はい、はい、やりたいと思います。はい。深夜の2時でございます。本当よ。深夜2時ですね。遅いなー。はい、じゃあ、もう語っていこうかなと思うんですけど。はい、まあ、この作品はやっぱ僕らもね、直撃世代なんで、いろんなね、思いや感想があるかなというふうに思うんですけども、どうですか、この作品は。僕はもう正直オールタイムベストって言っていいぐらい好きなんで。あ、そうなんだ。はい、はい、シネマンションであのオールタイムベスト出さなきゃいけないってなった時にやっぱ熟考しまして、はい、一番繰り返し映画館見に行ったのなんだろうと思ったらやっぱこれだったんですよ。あ、で、僕、当時多分まだ大学卒業したばっかとか、うん、多分ぐらいだったと思うんですけど、社会人だったぐらいギリギリで、僕当時あのなんか試写会当たって、あの内幸い町のワーナーの試写室に見に行ったの。もう別にあれだよ、何にもやってないよ、もちろんおまけのようにもやってなかったし、そうね、ってかでもあの時あんたよく行ってたよね、試写会行ってた、なんとか試写会行ってきましたとか言って、そう、当たってて、で見に行って、うん、だからその時はお前評判も何にも、うん、何にももちろん知らずに、もうゼロ情報で過去作見たことあるなぐらい、うん、でもそんなに思い入れはないしなぐらいの気持ちで行った時に見て、あ、これちょっとやばいの来たかもって思って、うん、そこから初日も行ったし、うん、繰り返しだから、あと 4D 版だとか、うん、白黒版だとかなんか繰り返し行ってて、でもう今もたまに見返すしぐらい好きなんですけど、まあいろいろね、マッドマックスの話今日まで毎日してきましたけど、うん、はい、まあ僕やっぱりそのまあ公言してますけど、スピード大好きじゃないですか、はい、で駅馬車大好きじゃないですか、はい、要はそのこういろんな人間がこう何か一つの乗り物に乗ってとにかく走り続けなきゃいけないと、でその中でやっぱりこうわだかまりとか価値観の違いとかいろいろあるだろうが、何かこう協力していくっていう物語に僕は異常に興奮してしまう特性をジャガモンのせいと思ってまして、でマッドマックスはやっぱりそのもちろん過去作の引用がとかオマージュがとか世界観がとかもちろんまああるとしても、シンプルにそのストーリー性が僕はやっぱたまらなくて、なるほどね、あのやっぱりこうまあ超そういう話じゃん、うん、そのマックスがいて、うん、でフィリオサがいて、で小海女の皆様がいて、うん、で、ね、ウォーボーイズも一人入ってて、うん、で彼らがもちろんいがみ合ってたりなんなら敵対してるけど、うん、あの大きい車に一人ずつこう増えてって乗ってって、うん、で途中で鉄馬の女も現れてサポートしながら、うん、なんやかんやあったけど、うん、やっぱりこう協力し合っていくみたいな過程、うん、でそこに、もちろんビジュアル的な凄さと、うん、プラスやっぱり CG をほぼ使わずにね、うん、本当の車改造車を作って、うん、砂漠走らせて、うん、本当に爆発させてるとか、うん、こうね、こう棒でこうやるとかを、うん、やっぱもちろん CG で補正とかね、うん、いろいろしてるけど基本はもう実写でやってるじゃん、うん、それがやっぱりその CG ド直撃世代としては、うん、これをその2014、5年にやってくれてる、しかもそれをこう映画館でリアルタイムで見れてるっていうのは、うん、やっぱり何者にも代え難い感謝、うん、興奮だなっていうことで、うん、やっぱ僕はちょっと大好きな作品だなっていうところですかね。もちろんいろいろ褒める部分はあるんですけど、うん、やっぱりこうこれ95年とかから制作構想してるんですね、うん、でもいろいろこう失敗したりとかなんだりとかあってストーリーボード緻密にやったりとかしてるっていうのもあるんですけど、過去作もすごいんですけど、うん、画面のこう密度とか、うん、編集のなん濃度みたいなのがやっぱダントツだなって、まあね、全然違うよね、うん、5本バーって見た時もやっぱ突出してるな一つっていうので、うん、僕やっぱちょっとオールタイムベスト、うん、なるほどね、はい、っていう映画ですね、はい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 、確かにさ、そのほらあのもう出ているであろうあの森さんとかとさ、はい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 、話した動画でも、はい、
あの森さんがさ、まあ、駅馬車じゃんっていう話してたじゃん、はい、もう思いっきり駅馬車だって、うん、でまあ、僕もジョン・フォード監督の駅馬車は見てて、うん、すっごい好きな作品なんですよ、いいよね、うん、でやっぱ駅馬車見た時に受ける衝撃って、うん、すごい白黒でね古い写真な、はい、映画なんですけど、写真って言うんだ映画を当時の人みたいに言っちゃったかっこいい、ね、いいな写真なんですけどね、ずるいなあのいいな面白すぎるっていう衝撃があるの、はいはいはい、あの、ね、えこんな面白いのっていうさ、うんうんうん、それはやっぱり本当に後半、うん、途中でねやっぱ行くぞみたいな感じでみんなでこう砂漠っていうか 大平原を、うん、駅馬車でブワーって駆け抜けていくところを、うん、あれ襲われるんだっけ、そうそう襲われる、襲われるんか、アパッチに襲われちゃうでっていう、うん、そこの馬とかの、うんうん、全部がブワーって走ってるところ、うん、怒りのデスロード見た人なら、うん、そのまんま想像してもらえればいいんだけど、うん、それをもうあれ何年40年代50年代いやもうちょっと前じゃない、もっと前40年代ぐらいかな、ま、かな多分ね、にまんまやってんのよね、うん、そうでそれがめちゃくちゃ普通にすっげえ面白いんだよね、人死んでないみたいなアクションがあるよね、そうそうそう、本当に思うこと一緒で、うんうん、でやっぱそれ見るた時にその後の作品の中でこの面白さってあんまねえなって思っちゃうぐらい、うん、なんか別に解雇中とかじゃなくこれ見ちゃうと、うん、なんかやっぱ CG って面白くないなって思わざるを得ないぐらい面白いんだよね、そういう意味では今言ってた斉藤くんの、うん、やっぱ怒りのデスロードは、うん、俺はその CG 使ってる使ってない関係なしに、まあ、いやでも結局使ってないならそれが正解なのかもしれないけど、うんうん、あの面白さみたいなことを現代的なアプローチ、そうだね、そうだね、うん、あれをまんまやってるから、うん、あのまんまの面白さがあるかっつったらないんだけど、うん、ないけど、うん、でもあのようなその一種狂気じみてて、うんうん、マッドで疾走感があってうわーすごいおもろってなるような瞬間があるっていうものを、なんか今の画面だし、うん、今のその絵の作り方とかなんかな、まあ、まあ脚本もそうだし、はい、テンポ感もそうだし、はいはい、すげえパワーアップした濃度でやれてるっていうことが、うん、まあ確かにすごいよね、だから容易ではないはずなんですよね、うん、そうそうそう、うん、だから多分駅馬車の当時見ててやばおもろみたいな、うん、あの頃の凄さみたいなのの、うん、多分リバイバルというか、うん、今やったらこうだよねっていうことだと思うし、うん、こんだけ狂気じみた世界観の中で、うん、なんかやっぱギターのやつがグイーンとか来たりね、ビヨーンってやつらが来たりとか、ウォーボーイズがいるっていう世界観の中でああやって表現された時になんか近しい興奮を感じるっていうか、だから爆音上映で何回も行っちゃうみたいな気持ちすごいわかる、行って帰ってくるだけのはずなのになんかこうすごくこう気持ち心が走ってってしまう感じ、 V8 って感じなのがやっぱりこうあのジョージ・ミラー監督作品の中でもちょっとなんか特殊な一本でもあるのかもなと。でもさその要素全部ワンツースリーにあるじゃん、あるあるある、それもすごいよね、それもすごい、なんならワンからさ、うん、あの俺見てさうわ、うん、編集面白いとか言ってかっこいいって思ったさ、うん、あのメンタムとかのグイーっていくやつとかもワンでやってるし、やってるやってる、もうずっとやってる、ねうん、で V8 ワンで出てるやあれ、うん、例のあれってわけじゃん、はい、でなんか俺 V8 が何なのかよく知らないけど、うん、ワンの時から大はしゃぎしてるじゃん、そうだね、 V8 入れたマシーン、ね、これでお前も警察やめないでいいだろとかワンの時に言ってるじゃん言ってる言ってる、でなんかそのテンションの過激なのが、うん、ウォーボーイズたちの、うんうん、なんかあの時代のなんか V8 が神格化されてるみたいな、その車進行みたいなね、そうそうそう、うん、みたいなものになってる感じもそうだし、どんどんパワーアップしてって、でまあワンツースリーってきて年明け結構経てさ、うん、4やった時に妹誕生がやっぱり、うん、マッドマックス史上一番ビジュアルいいじゃん、そうだね、それすごいことじゃん、うん、普通ってパワーダウンしてくじゃん、うん、あんなアイディアものなんてね、そうだね、なのに妹誕生がやっぱり一番キャラ立ってるから、うん、まあシリーズ通して出てくるのも、うんね、今作2作品続けて出てくるけど、うんうん、マックス以外それって初めてのことだと思うし、フィリアさんもそうだけどさ、うん、でもやっぱあのビジュアルパワーもすごいよね、だから前田真宏さん、うん、前田真宏さん絡んでて、うん、この透明の鎧、うん、とかはなんか真宏さんが言ったみたいな、あそうなんだ、読んだ気がする、うん、なんかさだからそこら辺の日本の文化との交流も面白いよね、面白い、うん、なんか前田さんがもともとフィリオサのアニメを担当する予定で、うん、フィリオサを今実写でやったじゃないですか、あれアニメでやろうとしたんです最初、はあ、だからそのマッドマックス1回のデスロードやりました、うん、でその前日談として前田さんがもうすでになんか着手しだしてて、うん、ジョージ・ミラーからお願いされてね、うん、なんだけど頓挫しちゃって実写になったみたいな感じらしくて、うん、だから結構
マッドマックス怒りのデスロードを撮ってる時からもうフュリオサ単体の物語とか脚本も確かもうあって、うん、怒りのデスロードを撮ってるんですよね、うん、だからシャリーセロンとかも読み込んでやってて、うん、だからあの今回のフュリオサって結構あの何ヒットしたから作りましょうじゃなくて、うん、ヒットした映画を作る過程でもすでにあったプロットの物語を、うん、じゃあ映画化しましょうなんで、うん、そこのやっぱ作り込みもやっぱすごいなって感じがしますね、うん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 、なんかそのマッド感もさ、うん、あのほら歴史をかひこう入れすぎて紡ぐおばあちゃんヒストリーのね、うんうん、とかさ、うん、まあその血液の袋の、はいはい、血液人間とかさ、はい、でしかもそれをマックスがなっちゃうとかさ、うん、前にこう置かれてね、うんうん、こう連れ去られてくみたいな、うん、そのなんかマックスがこの物語の中で橋役って的ポジションじゃん。狂言回してるからね。そうそうそう。うんうん、でなんか途中から参加しだしてみたいなところもあるけど、うんうんうん、なんかそのであのほらでっかいタンクで移動し、うんうんうん、あのやるっていうのももうだから2からやってるし、ね、とか、うん、本当にいろんなパーツはもう1、2、3でやってきたことでしょ。あるある。ずっとあった。でコミュニティもそうでしょ。うん、でそれをやっぱ現代の、まあ、技術を使って編集もさパワーアップしててなんかそのね2の時も足りなかったんじゃないか、うん、マット感がみたいな、うんうんうん、でもそれも完全にこう表現するところまでいって、うん、やっと完成された、うん、なんか本物のマッドマックスみたいな領域までいってるよね。1にあったある意味でそのアバンギャルドな映像体験っていうか、うん、まあそのアメリカンニューシネマの方から組んできたようなちょっとアウトローな映画、はい、ってよりは、うん、あの時代にすごい合ってる あなたの好きなさガーディアンズとかもそうだけどまあちょっとバイオレンスだったりとか、うん、過激なアクション表現とか、うん、こう楽しいノリ、うんうん、マシューボーン監督のノリとか時代になんか俺は合ってたなって思うんだよね。なるほど、なるほど、フィットしてると、うん、フィットしてた、はいはい、でその中で全然違うアプローチなんだけど、うん、なんかまあ言ってしまうと悪ふざけ、うんうんうん、悪ふざけ感もあるじゃん、うんうんうん、なんかだからギターのやつとかもめっちゃかっこいいんだけど、だね、いらねえじゃんお前とかさ、うんうんうん、無駄に見える いろんなことが、うんうんうんそのあの時代にフィットしたことによってなんか本来だったらアバンギャルドな表現がポップな表現、ポップカルチャーのように受け取られた感じが、はいはい、俺は本当奇跡体験だなと思って、だから若い世代もね、そうここから入ってこれたってあるもんね。そう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 、本当だったらだからワン見た時のように、うん、これみんなにおすすめしづらいなっていうような内容にさえなりかねないシリーズだから、そうだね、そうそうそう、だからやっぱりあの後味が全然変わったなというか、うん、1とかとか、ね、2とかもそうかもしれない、うん、やっぱ2でさえじゃやっぱ犬が死ぬとかちょっと嫌じゃんみたいなのあるじゃない、うんうん、でもちろんデスロードで途中で巧妙女の人が死んじゃったりとか、うん、もちろんあるニュークスが死んじゃうとかあるけど、うん、ニュークスの場合とかは割と自己犠牲的にこう、うん、ヒーローとしてこう自分の命をこう、うん、落としていくとかだし、うん、最後もやっぱりこう本当にこうね、マックスがいろいろやり遂げて、うん、ちょっとだけ最後名乗って、うん、もう黙って帰るみたいな、うん、バイバイみたいなのとかはすごくいい意味でも悪い意味でもちょっとアメリカナイズされたっていうか、うん、そのニューシネマとは違うそれ以降のちょっとだからその前でもあるのかな、その西部劇的な、うん、ちょっとこう後味のいいかっこいいヒロイックな主人公が去っていくみたいな、うん、 ね、 うん、そこもやっぱあるよね、うん、だから1見ちゃうとびっくりしちゃ そうだから1とか2はやっぱなんかハッピーエンドじゃないんだよ ね、 ないね、でもやっぱさ4はさ、うん、あの私を覚えてるかブシャン、ね、でなんかこういい、ね、そうそうカタルシスがめっちゃある1と3はあんまないから、ない、まあ、2、3じゃないかとでだからなんかそこがね、うん、まあそのこううわーとかもそうだし、うん、ウォーボーイズおしゃーとか、うん、なんかこうなんかみんながネタにしたくなるような感じっていうのが本当にいろんなところにあって、うん、それがすごいポップに仕上がってるよね、うん、だからサンダードームがさっき言った通りちょっと子供向けで、うん、終わり方もなんか敵が全滅するとかじゃないのよ、うん、なんかちょっと敵がこうメル・ギブソン版マックスに、うん、お前ここまでやってくれたらまあ今回はまたどっかで会おうよみたいな感じで別れるみたいな、ワンツーって結構破滅的に終わっていくじゃない、うんうん、で そんなことは ない終わり方なんだけど、うん、でもちょっと締まりが足りない、うん、3は、うん、でも4は結末はハッピーだけど締まりはちゃんとしてるっていうか、うんうん、そこはなんか結構バランスあるなって感じですよね、うん、なるほどね、うん、あと俺さ関係ないけど4で夜のシーンあるでしょ、はい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 、で夜のシーンが夜っぽくなくって、うん、なんか真っ青な世界みたいになるじゃん、うん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 、それが
なんか俺バトルロワイヤルみたいで面白いなと思って、ね、なるほどなるほど。バトルロワイヤルもなんか嘘夜っぽいじゃん、はい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 、本当に夜撮ってないなみたいな、うん、うまくやったらノープになるやつみたいな、うん、あの嘘夜な感じがしてそれも面白いんだけど、うん、武器でブワーみたいな、なんか目隠れてるやついるじゃん、弾薬の、そう弾薬の、あ目死んじゃう人ね、そうそうそう、失明しちゃう、わーって行くところが、はいはい、あそこもバトルロワイヤルみたいで、なるほど、あそこら辺見てるとすごいバトルロワイヤル感感じて、うん、音楽かかるしね、そう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 、うん、それも面白いなとか、うん、あそう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 、はい、であの妹誕生のバランスがすごくよくて、うんって、うん、悪いことしてるのに責められない人みたいなポジションで、ね、だからなんかどっかでみんな、いやでもあの人もいいとこがあるんだよって言いたくなる嫌なやつじゃん、はいはい、でそれから逃げたい人みたいな、うんうんうん、そのフィリオさんはでもはっきりと逃げたいわけじゃん、うん、なんかそこもいいなって思うっていうか、うんうんうん、あれぐらいのキャラクターがちゃんと死んで終わるっていうかさ、うん、なるほどね、サノス派みたいなのを作れそうな感じだけど、はい、妹誕生自体のキャラクターが、はいはい、でもちゃんと最後否定して終わるっていうか、うんうんうん、なんだろうな、議論の余地がある敵ではあるけど、うん、そう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 、でもちゃんと嫌だしちゃんと殺しますみたいなところがいいなとか思う、うんうん、だって一応妹誕生がいるからあの国は成り立ってるんだっていうのが、そうそうそう、一応ね、うん、フィリオサ見るとよりわかるじゃん、うん、やっぱあそうだ、ね、妹誕生なりに水の量とか、うん、あとね、うん、なの病気になっちゃうよとか言ってたし、うん、なんかそれなりにみんなのことを考えてはくれてるというか、そうなんかその支配するためじゃん、うん、それもなんかそこが何とも言えないというか、うん、みんなのためなのか、うん、己の支配のためなのかがすごいグレーなキャラクターだから妹誕生が、なんか人が人からある人から見たら、いやあの人悪くないんだよって言いたくなる、うん、でもフィリオサ目線で言ったらこんなきしょいやつ死ねみたいなポジションでもあるから、それが死ねの方向で終わってくっていうのがカタルシスじゃん一個の、そうだね、うん、そこがそれね、それすごくフィリオサでもちょっと思ったことあって、うん、また明日話しましょう、ぶり返して申し訳ないけど、その終盤でさ砦に戻るとこ、うん、ところから僕大好きで、うん、あのフィリオサがこう刺されちゃうじゃん、うん、途中であの上から来た敵に刺されちゃってあーってなるんだけど、うん、マックスをずっとこう掴んでて、うん、でマックスがあのニュークスに蹴られてこっち側行って、うん、でなかなか戻れなくてみたいな時に、うん、あの巧妙女があのフィリオサが刺されたのって言って別の車と車で、うん、フィリオサとマックスが目が合うじゃん、うん、そん時毎回泣いちゃうのあんなにいがみ合って銃バンバンバンとかさ、うん、やっぱすごい嫌い合ってた中で、うん、だけど言葉はそんな交わしてないけどいろいろ絆ができてきてるじゃんあの二人って、うん、なんか こっちが信頼したと思ったら次こっちが信頼するみたいなシーンもあって、うん、で最後の最後であもうこれフィリオサも終わりだ終わりみたいな時に、うん、やっぱりマックスにこう助けを求めてるとことかやばいんだよね、うんうん、でそこから頑張ってマックスがあのすごい、うんうん、血をこうやるやつも、うんうん、前半最初は捕まってもう嫌な気持ちで血液輸血袋としてね、うん、あのウォーボーイズたちに血を分けてたマックスが、うん、自ら自分でこう不良さに血をこうあげるとことか、うんうん、やっぱ畳みかけがすごい大好きだし、うんうん、あと僕はニュークス、うん、ウォーボーイズの バリーとか飼ってる、うん、あいつが妹誕生にシューってやられて、うん、行ってこいって言われて、うん、で投げ飛ばされてでわーって行こうとしたら鎖が引っかかっちゃって、うん、ピストルバーンってやっちゃうじゃん、うん、そっから、ね、うん、もうかわいそうだよね、わかるわかる、かわいそうだよね、そういじけてんだよね、そういじけてんの、あーあれかわいそうだよね、ずっとなんか、うん、ニュークスが頑張ろうって思ったのに、うん、で妹誕生に間抜けって言われて、うん、うわかわいそうみたいな、うん、でようやくこう生きる糧をさ、うん、小海女から教わってね、うんうん、で途中で運転頑張ったりとかさ、うん、チェーンを巻きつけて、うん、輸血袋こっちで巻けとか言って一生懸命尽力するじゃん、うん、であもう妹誕生から離れられたんだっていうか、うん、もう彼らと一緒に新しい人生を、うん、もう最後命かけるぐらい頑張っていくんだって思って見てるんだけど、うん、最後妹誕生がフィリオさんに殺されちゃった時に、うん、前の車で死ぬじゃん、うんうんうん、で妹誕生が死んだわって言った時に、うん、ニュークスがでちょっと複雑な顔するじゃん。あ, は は, もうあそことかもう大好きで。なんかもう信者ではないんだよ。ニュークさんも信者ではないんだけど、でも何か、ね、自分の父のような人間が死ん、まあ支柱として、それが良くも悪くも支柱だった存在。そう。まあっていうか、
あの世界における妹誕生って死なないような存在だよね、うん、そうそうそうもうなんか不死身的なイメージがあるじゃん、うん、あの格好からそうだけどそうそうでも象徴じゃない、うん、やっぱりね、うん、彼らにとって何歳なのか分かんない感じとか、分かんないし、うん、希望だっただろうしね、うん、でそいつが違う人間だってついこの前気づいたけど、うん、でもいざ失うと、うん、なんか寂しいっていう、うん、あのニュークスの顔で、うん、さっき言った妹誕生がただの悪とは 、うん、見れないっていうのがすごくこう、うん、伝わってきて、うん、でニュークスはそこでもうあ俺もっていうか、うん、でその最後結局切り離してね、うん、ウォッチ見自分を見ろって言って自分で自己犠牲でいくとか、うん、もうやっぱうまいなっていうエモーショナルだなっていうのがいっぱいある、ね、確かにそこら辺はと、怒りのデスローで突然な感じあるよね。そんなんじゃなかったじゃんってね思うよね過去作見るとそうかといってウェットすぎないというか、うん、そこの曖昧な絶妙なバランスもうまいなって毎回思っちゃう、ねうん、そうだね、そことかやっぱ最高だなって何回見ても思いますね、うん、そうだね、うん、確かにね、うん、まあ、あとフィリオサーこの後フィリオサーについて語ります、はいまあ、僕は試写で、ね、見させていただいて語りますけど、はいはいはい、フィリオサー見る前でも、うん、見た後でもいいから、うん絶対怒りのデスロード見たくなるし見ちゃうよね絶対見ちゃう絶対見ちゃう、ね、どっちでもいいよねなんかどっちでもいい見る前に見てもめっちゃ楽しめると思うし、うん、見ないで行ったら見たくなる感じもあるよね、まあ、どっちもある、ね、僕はまあだから次の動画で話した方がいいのかな、うん、僕はそれなんかそこちょっと持論っていうかあるもうあってオッケーじゃあそれはもうね、はいはい、次で行きましょう明日、はいはい、よろしくお願いいたします、はいでは、面白かったら高評価、チャンネル登録お願いいたします。さようなら。